皆さんこんにちは、パリスマッチの水野真理です。今日は6月9日ということで、もうそろそろですね、パリスマッチ初、2021年初のコンサートでありますビルボードライブ東京へのですね、準備が始まってくる感じになっております。ちょっと選曲したりとかメンバーと打ち合わせを始めようかなと思っております。まあそんな、感じなんですけれども、6月11日にはですね、ビルボードライブ東京の、会員の先行予約もスタートする時期となっておりますので、ぜひぜひチェックをしてみてください。そして今日は、引き続きサロンドバリプラチナムソングススペシャルエディションのコメント動画第5弾になります。今日はですね、私がやりましたあのチャレンジを、陽介さんも、やってもらおうかなと仕掛けております。面白動画挟んでおりますので、ぜひぜひチェックしてください。それではどうぞ。語ってみた東京ベイについてです。東京ベイはですね、もうあのパリスマッチの曲の中でもファンの皆さんに本当に人気のある曲で、リクエストライブとかあるんですけれども、その時でも大体もう1位とか2とか上位に上がってくる曲ですね。私もすごく大好きで、ライブでも大切に歌ってきている曲なんですけれども、この曲もビルボードライブだったかな、でライブをする時に堀くんとの、デュオコーナーで、一回取り上げたことがありまして、で今回デュオの作品として収録をしたわけになりますが、この曲はですね、デュオにすると、バラードになりますので、結構こう、まったりしたアレンジになるんですが、そうなるとですね、この曲は本当にこう息切れがするほどですね、意外と歌うのが大変なんですよ。でライブでももちろんやってるんですけれども、結構こう大きく息をで吸ってこうサビに臨んだりとか、意外とこう息遣いが難しい曲だなっていうのをこうデュオのバラードにして改めて知ったなっていう感じになっております。いつかこうジャズライブでこれを歌ってる私を見ることがあったら、頑張って息を吹き込んでるんだなっていうこともなんかチェックしていただけたらなと思っております。YouTube チャンネル恒例になりました。やめようよ、これ。タイトル早口言葉編。はい。マリちゃんが非常に、まさかと言っちゃうと失礼ですけど、さすがの、3回、すらすらと言えたのですね、素晴らしかったんで。言いましたよ、これ。サロンドマリープラチナムソングススペシャルエディション。サロンドマリープラチナムソングススペシャルエディション。サロンドマリープラチナムソングススペシャルエディション。お、言えた、すごーい。さすがですね。すごーい。これ言えない方がいいんだ。そうだね。的にはね。はい。では早速、じゃあサロンドマリプラチナムソングススペシャルエディション3回早口でお願いします。そっち？そっちです。サロンドマリプラチナムセ。あ。パリスマッチトゥエル。あ、トゥエル。ラウンドトゥエルかと思ったんだけど。失礼しました。それも言いづらいもんね。もうリタ。My Favorite Things の語ってみたになります。もうこの曲は、ジャズの曲という感じじゃないですかね。映画の音楽にもありますし、もういろんなところで CM ソングだったりとか流れているので、曲のタイトルは知らなくてもこう あのメロディーって、皆さんすぐ気づくような曲じゃないかなと思っております。私もこの曲を選んだのは、堀くんと何かを話している時に、やっぱりこうジャズライブをするってなってもあまりこうジャズの曲とかを歌ったことがない人だったので、どっちかっていうと本当ポップスだったりとか皆さんが耳なじみのあるような曲をジャズアレンジで歌うところから始めたいなというところからこの曲をまず選曲したので、結構サロンドマリシリーズとしてはもう本当に長く歌い続けている曲になります。本当にこうすごいこう多分皆さんが耳なじみがあると思うので、
ぜひこの曲からまず聴いていただくのもいいかなと思っておりますので、ぜひ楽しんでみてください。パリスマッチの水野真理です。サロンドマリープラチナムソングススペシャルエディション、語ってみた今日は東京ベイ、東京ベイについてです。もう一回東京ベイ、東京東京ベイ、早口言葉はバッチリだったの。パリスマッチの水野真理です。サロンドマリープラチナムソングススペシャルエディション、語ってみた笑ってる